坂本淳二は、日本の映画監督、脚本家。大鹿村総動機や、北のカナリアたちなどを手掛けたことで知られている。大阪府堺市出身。大阪府立三国岡高等学校を経て、横浜国立大学教育学部中退。大学在学中より、石井総吾、井筒和幸、川島東流の現場に、スタッフとして参加する。1989年。 赤井秀一主演の、どついたる年にて監督デビューを果たし、芸術戦消門部大臣新人賞、日本映画監督協会新人賞、ブルーリボン賞作品賞を受賞する。2000年、深作金次監督、仁義なき戦いをリメイクした、新、仁義なき戦いを監督する。同年、藤山直美主演の、顔で、第25回放置映画賞作品賞を受賞した。 2002年、日韓合作映画、KT が公開される。2007年、吹雪純主演の、魂萌え、が公開される。2008年、タイでの幼児売買春と、雑木密売を扱った、闇の子供たちが公開される。同年、藤原達也主演の、カメレオンを監督する。2010年には、香取慎吾主演の、ザトウシザラストが公開されたほか、 中村徹主演の生きずりの街が公開された。2011年、固定ともやす、プロミスのミュージックビデオを監督する。2012年、原田義雄の遺作となった、大鹿村騒動記が第33回横浜映画祭作品賞を受賞する。同年、吉永さゆりを主演に迎えた、東映創立60周年記念映画、北のカナリアたちが公開される。 2013年、M 資金をめぐる経済サスペンス、人類資金が公開される。2014年、人とよう、ホタルのミュージックビデオを監督する。2015年、ドキュメンタリー映画、ジョーの明日達吉城一郎との20年が、第28回東京国際映画祭のパノラマ部門にて上映される。北野武史と並んで、撮影所以後を代表する映画監督の一人とされている。 俳優の佐藤浩一、原田義夫、岸辺一徳、牧クランド、豊川悦氏、国村俊らとたびたび組んでいるが、それは彼らしかできない役だとの真剣な思いで起用したのであり、坂本劇団などと言われるが、俺たちは仲良しクラブなどではないと、著書、孤立、無縁で語っている。影響を受けた映画監督には、フェデリコ・フェリーニを挙げている。ありがとうございます。